浮き落とし受け落としは、柔道の投げ技の一つである。主義の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名。アイフ略語アッと。基本型は、右組みの場合、釣り手の右手で樹の左肩を強く持ち上げ、樹の右袖を持った引き手の左手を下に引き強く、引き落とし受けを高く右前隅に崩し、左足を後方に下げ取りの左跡隅に投げる。または、 左膝を沈めながら曲げた足の上を飛び越させるように自分の前を通過させ投げる技。銃が体が浮かされたような状態にするほど大きな崩しすることで銃は足が出すなどして防ぐことができない。逆に言えばそれほど完璧な崩しがなければ投げることができないとも言える。強い崩しがないと投げられない技であることから崩しの技法を体得するために投げの形に含まれている。 形の演舞の中では、鳥は膝をついて投げるが、膝をつかなくても、浮き落としとなることはある。左手で銃の左袖を取り、右手で銃の後帯を取り、右膝を床について、右後隅に銃を投げる浮き落としもある。手足で刈ったり腰に乗せたりすることなく投げることから、隅落ちとともに、空気投げの一つとされる技である。空気投げは基本型と同様に両手で樹を崩し、釣り手側の足、 右足を前に踏み込み、樹の右前隅、鳥の左跡隅に投げる浮き落とし。空気投げは、浮き落としや、隅落ちの別名とされることが多いが、柔道かわいしメソッドでは、浮き落としの変換技であり、このような技だとしている。かわいしみきのすけの大学の先輩である、石黒圭七が、研究開発した技である。石黒が、旧姓柏崎中学に在学時、 当時四段の中野肖像画で稽古に来た。その時に中野が気まぐれにやった、振り回して投げるような技に感激した石黒は三様三真似で、その技を研究した。この技は、通る落とし、突き落とし、念投げ等と呼ばれたが、その後、早稲田大学在学中に仲間から技の名前を空気投げとすることを勧められ、それが宣伝されるようになり広まっていった。 別表記空気投げ。別名前隅落ち。肘落ちは両手で樹の両袖を持ち、釣り手の右手で樹の左肘を持ち上げ受けの右袖を、持った引き手の左手を下に引き強く引き落とし受けの、右前隅に崩し、左足を後方に下げ取りの左跡隅に投げる、浮き落とし。大外通るは、大外刈りへの返し技の浮き落とし。相手の大外狩りをかわして、相手の前に投げる。 加納ウ五郎が学んだ天神師に洋流に通る落ちという全く同じ技が存在しており、起源は江戸時代にあると考えられる。加納が明治21年に記した柔道雑記にはすでに浮き落としが入っており、当初から行動感の技としても使われていたようである。1997年の世界柔道8 6ラム級代表であった。 藤田博美がこの技を得意にしていた。女子では、塚田薪がたびたびこの技を使っていた。また、藤田や塚田のように腰に乗せたり、正治竹雄のようにやぐら投げの形で足に乗せたりと、変形の浮き落としも存在するが、墨落ち同様、相手の力を利用してだけで投げるのだが、本来の浮き落としでも、自分の腰や足の動きを利用している。かつて相手の肩越しに、後帯、または、 背中と下脇を持ちながら、浮き落としのように投げる、側の足を後ろに下げたり、膝を落としたりして、ひねり落として投げる技は、ハバれリと呼ばれていた。行動館では、このような技は浮き落としに分類されていた。後に1995年9月に決定された、アイフの技名称では、帯取り返しという名称となり、2017年には、行動館も、帯取り返しを新設し、 そこに分類するようになった。浮き落としは常実のようにランドリで単独で使うには非常に難しい技ではあるが相手の技を透かしたり返す場合には相手の技の勢いを使うことができるため返し技として比較的容易になる。この場合、沈り込み足に形が近くなる。それらの技法から高知ペン、大内ペン、内股透かしが生まれた。ありがとうございます。